あ、いや、何の歌な、何聞かされてんの俺。これあの、あれです、成田空港から飛行機が出発するシーンだから俺つけたでしょ、あの管制塔の女子の管制塔なんて成田空港から、はいはい、うん、パキスタン航空がこう、はい、飛び立つシーンです、うん、であのエンジンの音を聞きました今のやつ、うん、あのブラッド&ホワイト2車線うん、あの大口径エンジンなんですけど、あ、またこれ後日やります、うん、飛行機。いや、ごめん、うん、どこが面白いえ、何の話なのそれ。あ、そう、あの違う、オープニングおかしいだろこれ。違うあのだから今日、ね、もう なんでか分かんないけど、こうさ、オープニング長すぎるから3本目になっちゃってすいませんだってもうオープニングに半分ぐらい取っちゃうんだもん。ただでさえ尺短いのにさ、そうですね、半分ぐらい取っちゃうから、うん、何の話してたんですか。いや、だからほら、あの整備士さんは綺麗好きが多い。綺麗好きが多いんだよね、うん、いやいや、まあそれは性格的にそうなんだよ。だってネジとかその辺転がってってさ、なんか落っことしたネジ、あれこのネジ、あれみたいな、ちょっとおかしいし、ね、そうでしょ。やっぱり細かくこうきっちり外したネジをちょっとセクションごとに分けていくみたいな、小箱に分けるとか、そういう性格は欲しいけどね。そうですね、やっぱりちょっとなんだろうな、その外したネジをね、こう下に置いちゃうとか、はい、うん、なんか足で潔白ってそう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 。ただやっぱりあのネジ落っこっちゃっても、あれこのネジだったっけかなぐらい、なんかネジがいっぱい下に落っこってると分かんないから常にやっぱ綺麗にしとかないとそうっていうね。そうなんですよね。そうだから整理整頓とかお掃除が大事っていうのは、ね、まあ、なんだろう、最悪の場合を考えた時にそうしておいた方がいいということで。その通りです、うん、まあまあね、そんなもん別に今更、まあ整備士がそれをね語る話にはないんだけどね。まあでもただもうね、実際あの整備士はこうあった方がいいとかっていうのもあるけど、実際どうかね、ひーちゃんさ、はい、こんなバイク屋は嫌だみたいなのある？もうね、それ担当直入に言いますけど、整備工場が汚い。だからまああの整理整頓ができてない。やっぱりそういうバイク屋さんはやだ、うん、そこで俺は見ちゃう、やっぱり。車屋さんの整備工場もそうですし、うん、やっぱりバイク屋さんの整備工場も見ちゃいますし、いやー、整理整頓できてねえなーと思うと、うん、いやだからね、あの2本目の動画にも言いましたけど、そういった中でも腕のいい、ね、整備さんはまあ100万といるんでね、うん、うん、まあまあ結局一概には言えないんです、うん、ただ俺は、ね、自分がどこに、ね、どんなものがあるかってちゃんと把握してる人だったらそれは問題ないんでしょうよ、うん、ただ俺からしてみるとやっぱりそういうところはちょっと敬遠しちゃいますね、うん、うん、いや、どちらかってる現場でもさ、ちゃんと把握しててちゃんとできる整備士さんだったら別にいいんだけど、うん、ただ周りからの見た目っていうのを考えれば、もちろんやっぱりあの小綺麗になってるのに越したことはないと思うんですね。その通りです。だから今ビルの建設現場行ったってちゃんと綺麗に整理整頓されてるし、うんうん、そうなのよ。それはやっぱりあのクライアントから見た時に、あ、気持ちのいい現場だなっていうのももちろんなんだけど、それもそうなんだけど、やっぱり仕事してる人たちが怪我をしないとか、自分の仕事が早いとかね、そう、怪我をさせない、命を守るっていうことであって、そうなの、そうなの、まずやっぱり整理整頓だよね。そうです、だから自分から、まあこれは 俺の意見ですよ、うん、そういうとこはちょっと、まあでもやっぱり整備が入ってる人なんでね、乗り物好きっていうのは思います、うん、いや、そのご意見はね、とっても、うん、まあ正しいというかね、俺がまあ言うのもおこがましいけど、うんうん、ただやっぱりあの俺もすごく意識してるところだし、俺がレースやってる時に教わった、あの本当仙人みたいなあの人がいるんだけど、エンジンチューナーがいて、はい、あのね、店すっごいボロいの、あ、田舎でさ、ただあの全国から部品が送られてきてるんですよ、はい、で、あれだ、とうとうガラッと開けるともう、いや、ガラッて開かねえんだもん、開かねえな、で、すごいマシンが置いてあるっていうのが、もう店傾いてん
じゃんみたいなさ、お店の中にやっとこそ入ると、まあ最新型のレーシングマシンがあって、いや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 、え、なんでこんなみたいな、もうほんとだって有名なチューナーでさ、まあチューナーって、まあちょっと遠回しに言っちゃうとあれだけど、クランク職人っていうのがね、昔のツーサイクルのエンジンやって、だからこの動画見てくれてる人だと、詳しい人だったら分かるのかもしれないけど、あの全国からのクランクだけ送ってきて、そのクランクの修正だけするっていう職人さんがいて、ちょっとね、僕もちょっと関わって、もうちょっとお亡くなりになっちゃったんだけどね、残念ながら。そうなんですか。そうなんですよ。なんだけど、ちょっといろいろ教わってさ、はい、っていう時あったんだけど、そのボロいお店がね、まあ綺麗なのよ、小綺麗。やっぱりね、ボロいんだけど、まあ本当にその道具のメンテナンスやるのにやらとか、やっぱすごいんだよね。だからそこがね、見た目でね、選ぶっていうのはどうかなっていうふうに思いますけど、多分あのボロさだとね、普通の人だったら仕事ができるお店だと思わない、ね、ああそうですか。でもうちらが見るとなんだこの店みたいなスキルが詰まってるから、だからなんだろうな、いや見た目に騙されんなよっていう話でもないんだけど、いや見た目は大事なんだけどね。そう、見た目は大事、ただ見た目は大事だけど、こうね、蓋開けてみたらポンコツだっていうのも、まあいっぱいありますよ。なんかこう上っ面だけね、デコレーションだけ綺麗で、もう中身のスポンジはまずくて食えたもんじゃねえみたいなケーキ食うなよっていう話。そうですねまあだから楽しいお店をね、そうそう、絶対ね、レベルの高い低いはあると思うし、自分に合ったお店って、自分の楽しくね、通うお店とかってあると思うんで、もうワイズファクトリーが常々言ってることですよ。自分に合ったお店、見つけてください。そうです。なんか、モコズキッチンみたいな最後になっちゃって。最後は、じゃあ、オリーブオイル飲みます。また次回。